ヤン・セルゲ・イングレから1940ヤン・イングルは、チェコスロバキアの軍人、外交官、大将。第二次世界大戦中、チェコスロバキア亡命政府の国防省、国軍総司令官を務めた。ブシコフ近郊のブルコシュ出身。第一次世界大戦勃発後、ロシア帝国軍に志願し、1917年、セルビア義勇士団に編入された。 ボリシェビキの権力掌握後、ムルマンスクに逃亡し、イギリス、後に、フランスに亡命し、チェコ軍団部隊の編成を始めた。西部戦線で戦闘に参加。チェコスロバキア独立後、自分の連帯と共に、チェコスロバキア軍に編入された。1919年、パリの参謀本部昇降過程を終了し、参謀本部作戦下で勤務。同年、スロバキアで、 ハンガリー軍との戦闘に参加。1921年から高等軍事学校講師、その後、プラハカンク作戦班長、参謀次長、第三軍団副軍団長を歴任した。1938年に中将に承認、同時に第三軍団長に就任した。ドイツ軍のチェコ侵入後、国民防衛を創設し、英英や首相軍と連絡を維持した。 1939年6月、国を離れて、フランスに亡命し、亡命チェコスロバキア軍の編成を始めた。1940年から1944年、チェコスロバキア亡命政府国防省。1944年から1945年、チェコスロバキア国軍総司令官。1945年6月6日に対象に、承認している。退役した後、 1947年8月27日にチェコスロバキア大使としてデンハーグに赴任以後外交業務に移る。パリで死去。ありがとうございます。